みほこちゃん。どうも、クインディです。よろしくお願いします。じゃあ最初に、バンドメンバーの紹介をしようと思います。ギターのゆきひろ、ベースの山ちゃん、ドラムのりんくんです。もともとテフンが出る予定だったんですけど、彼は出なかったので、この4人で今日はやっていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっと、なんだろう、小話じゃないですけど、ちょっと話す、ちょっと僕がちょっとだけ話します。でこの4人でスタレンをやってたんですけど、今のハマツフォールの、2番の、後のね、 Baby Now Your Struggle Is All In Vain っていう歌詞があるところがあるんですけど、そこがどうしても4人でやっても全然合わなくて、それでなんでだろうなってこう考えてた時に、そのあることに気づいたんですね。でみんななんか、これ何聞いてきたのっていう時に、ゆきひろくんは、ライブアットウェンブリーバージョンを聞いてて、で俺はスタジオバージョンを聞いてて、でりんくんは、ライブエイドバージョンを聞いてたんでね、だから3人とも違うバージョンを聞いてて、もう全然合わなかったっていうことに気づいたんだけど、これもう3人は悪くなくて、もう結局誰が悪いかっていうと、もうね、このクイーンが悪いんですね。このクイーンのフレディ・マーキュリーが悪くて、だからもう毎回違うバージョンで違うように歌詞を歌ってるから、だからこの実は今ハマツフォールやったんですけど、これはもう、最初スタジオバージョンからライブエイドバージョンに変わっていくっていう SMC オリジナルバージョンでお届けしました。でこの次は、グリーンデイの、バングバングって曲なんですけど、この曲のちょっと僕の個人的な見どころとして、なんかドラムのねソロがめちゃめちゃかっこいいんで、そこにぜひ注目して楽しんでいってください。Thank you.
以上です。ありがとうございました。